増前寺は、静岡市青葵区寺彪にある、曹桃州の寺院である、天武天皇十年に、法彰州の子祖、道明法師が開いた、新御宗州の寺で、慈悲寺と呼ばれていた。明王九年曹桃州に、関心の深かった、駿河の国主で後に、今川家中皇の祖と呼ばれた、今川氏地下は、達王聖虎禅寺に消え聖虎を解散として七、 動画欄を整えて、再興し、総当州に改め、今川家三宅増前寺となった。大英6年6月23日、今川氏地下が亡くなると、この寺で、戦国大名史上、他に、例の内大葬儀が営まれた。寺には、苔むした氏地下の墓とともに460年前に作られた、等身大の木造が安置されている。 自宝として、今川や古文書をはじめ、徳川家康寄神の天目茶碗、扇、硯などがあるが、これらは、静岡市文化財資料館に展示されている。寺の裏山に南北長期の安倍城跡がある。一大城西網の拠点としての安倍城主、仮の邸長との戦乱において、多大な年月きと戦乱の末、間もなく、今川家は、根拠地を寸府に移し、 四五大名として、東会に君臨するようになった。その後、度重なる内紛が起こり、その家中で幼少を過ごした宇治地下にとって、安倍城を控えた自然の要塞の地、慈悲をに、今川家の菩提寺とし自らの安息の地を求めたのは、決して偶然のことではない。徳川家康が、今川義元の人質時代に、増前寺の当然和尚とは、 岡崎時代から顔見知りということもあり、人質の身をよく理解してくれた、当然和尚を募ってよくこのお寺を訪れたという。ある日のこと、竹千代が増前寺を訪れ参道で鳥を取っていると、村人が竹千代に向かって、この寺は摂生禁断の寺だ。摂生するとは、けしからんと言って罵しったという。竹千代は、 当然、お尚にこのことを告げると、お尚からも、むやみに鳥類を殺傷することは、普通の道に背く者として説教されたという。この時に竹千代は、自分は、父親の葬儀にも墓参りもすることなく、駿府に、人質に来たため一度だけでもいいから、岡崎に墓参に行きたいと告げたという。このことを聞いたお尚は、 竹千代のために密かに持ち船の港から岡崎に連れて行き、無事木とについて、母さんを実現したと寺の記録に記されている。当然和尚はこの縁によってか眠さいの住職となり、駿河、とう海領内の総当州を統括する、総録の位を得たという文書。桜の名所として有名で、春になると多くの人々が訪れる。ありがとうございます。